はい、どうも、白熊先生です。今日話したいニュースは何かというとですね、ちょっと前にですね、宮迫さんとですね、オリエンタルラジオの中田敦彦さんが YouTube でコラボをしましたよね。で、その中で中田さんはですね、宮迫さんのですね、牛宮城のですね、内情を暴露するということを行ったんですよね。まあ、例えば、その宮迫さんがすごくですね、牛宮城はピンチで、高級時計とかいろいろ売らないと大変なことになってるみたいな動画を投稿していたんですけども、まあ、それはですね、実際資金の目処は立っていたりとかしていてですね、そういうのは演出なんだよとかですね、そういうことを発表しちゃったんですね。うん。で、その結果ですね、宮迫さんに対してですね、ファンの人たちが騙していたのかということで大炎上してしまって、現在ですね、動画の方向性を見直すと言ってですね、活動休止してるんですね。はい。で、今回の動画はですね、それについて中田さんがなんとですね、自身の YouTube チャンネルで、なんでそんな暴露動画をですね、したのか、まあ、暴露動画を作ったのか、暴露したのかってことについてですね、その思いをですね、激白していたんですね。はい。その中でですね、中田さんは宮迫さんを救いたかったっていうふうに言ってるんですけども、じゃあ一体ね、どういうふうに救うつもりだったのか、そしてですね、本当にそれを宮迫さんのためになったのかとかですね、そのあたりについてですね、今日はいろいろ深掘りして考えていきたいと思います。はい。まずなんですけども、はい。中田さんがですね、暴露したものっていうのはもう大きく分けると二つですね。一つは何かっていうと、牛宮城がですね、すごくね、経営的に大変なことになっていて、宮迫さんが高級時計とか車を売ろうとしていたっていうね、そういった動画を投稿していたけども、実はお金的には全然問題ないんだよと、余裕があるんだよと、ね、あれは演出なんだよと、ね、そういうことをですね、暴露しましたね。で、二つ目は何かっていうと、若林さんっていう社長さんの存在ですね。はい。宮迫さんが一人でやってるみたいなイメージがありましたけど、実はですね、宮迫さんよりですね、株を持ってる株、そのね、100% のうちね、株を持ってるですね、若林さんという方が、まあ一緒になってやっていてですね、最終的な決定権はその人にあるんだよとかですね、はい。そういったですね、内情を暴露されてしまったんですよね。うん。で、その結果ですね、まあ、宮迫さんが大炎上してですね、最終的に動画の活動休止にもつながったと。で、ちなみにですね、もともと宮迫さんと一緒にやる予定だったですね、ヒカルさんはですね、そう、若林さんとやるのが実が嫌だったから撤退したと。はい。だから、今更なんで若林さんが動画で出てきてるんだとかですね、そういったことを自身の動画でもですね、不満を言ったりとかしましたね。はい。で、さらに言うと、その、牛宮城はもうやめた方がいいと、経営的にはこれはね、やっぱりね、負け戦だということをですね、ホリエモンさんだったりとか、ひろゆきさんがさらにそれを指摘して炎上が続いてるみたいな感じです。ね、はい。で、そんな中ですね、中田さんが自身の YouTube チャンネルでですね、なぜああいった暴露をしたのかというですね、ことをですね、話す動画を投稿したんですね。はい。でですね、中田さんはですね、開口一番ですね、笑顔を見せながらですね、バズりましたね、と言ったんですね。はい。まあ確かにめちゃくちゃバズりましたよね、あれは。うん。でですね、じゃあなんでね、そういった番組制作をしたのかっていうことなんですけど、その意図について中田さんはですね、一言で言うとですね、宮迫チャンネルのファンの方に楽しんでもらうことだった。それが目的だったっていうふうに言ってるんですね。うん。はい。で、これどういうことかっていうとですね、はい。こうも言ってますね。ファンが願っているのは、お店が成功することよりも、宮迫さんが楽しそうかどうか、じゃないですかと。ね。だから、お店はリスクはないんだよということをですね、ちゃんと分かってもらった上で、宮迫さんはお笑いとかも頑張ってくれますよねとね。そういうことがね、聞きたかったんじゃないかと。うん。ね。ファンの人たちにね、このね、こういうふうにやってますけども、リスクはないんだよとね、宮迫さんはちゃんとね、リスクなくやってるんですよと。ね。そういうところをですね、ちゃんとファンの人たちに伝えたかったと。はい。そうすることによって、ファンの人たちにこの YouTube チャンネル自体を楽しんでもらうと。ね。そういったことが中田さんの目的だったっていう感じだったらしいんですね。はい。でですね、うん。で、さらにこうも言いましたね。つまりはその宮迫さんを救いたかったっていうのが本音だったんですよねっていうふうに言ったんですね。はい。で、ちなみになんですけども、ひろゆきさんとかからですね、中田さんのね、立ち回りが上手すぎて、超優秀な詐欺師とかいうふうに言われた件についてもですね、宮迫さんではなくですね、自身に注目が集まったことに集まってしまったわけですから、本来の意図ではなく、中田の優秀さが伝わってしまったのは僕の力不足ですっていうふうに言ってたみたいですね。で、最後にですね、ヒカルさんね、うん、ヒカルさんが若林さんとやりたくなかったから、実はね、僕はね、共同経営者から引いたんだっていうことをですね、暴露した動画に関してもですね、回答しました。はい。これに関してはですね、その若林さんという社長さんはポットで出てきたわけじゃないんですよと、いろいろあって、もう出るしかないなって出てきたんですよっていうふうに言ってたみたいですね、中田さんは。はい。という感じでですね、うん。中田さんはで最後にですね、誰のことも僕は悪く思ってないと言った上でですね、共同経営をしたことある人だけがあの3人に対して批判的なことを言えばいいというふうに締めくくったっていう感じですね。はい。というのがですね、中田さんの動画の内容になるんですけども、うん。いや、僕としてはですね、これ宮迫さんを救うことになったのかなと思いますね。はい。だってこれでまとめると、中田さんがなんでああいうことをやったかっていうとですね、要はその宮迫さんを救いたかったっていうことと、そして宮迫チャンネルのファンの方に楽しんでもらうことが目的だったって言ってるわけじゃないですか。ね。
ね。でも結果的に宮迫さんって動画の方向性を考えますって言って活動休止になってるわけですよね。それって宮迫チャンネルのファンの人がそれを望んでいたのかなって話なわけですよ。ね。宮迫チャンネルのファンの人、まあ、いわゆるその牛宮城の再生ドキュメントを見てですよ。宮迫さん頑張ってっていう風に応援しながら動画を見ていた人たち、まあ、あの人たちが言ってみたらファンなわけですよね。うん。まあ、もちろん中にはアンチで宮迫失敗しろって思いながらね、まあ、見てた人もいると思うんですけども、そのね、中田さんはそのね、ちゃんと牛宮城のね、再生ドキュメントを信じて、宮迫さん頑張ってくださいっていう風に応援してる人たち、つまりそのファンの人たちを楽しませるためにやったって言ってますよね。うん。でも結果としてですよ、結果として動画は活動休止になってしまうし、何より僕は見てて思ったのは、怒っていたのはファンの人たちなんじゃないかなって思ったんですよね。うん。だってそうじゃないですか。うん。ね、例えばアンチの人からすると、宮迫さんがそういう風に動画の中でやらせを行っていた、演出を行っていた、本当は経営的に大丈夫なのにピンチなふりをしていたっていうのは、アンチの人たちからするとですよ、それは別にその悲しむべきことじゃないじゃないですか。ね、むしろ、ほら見たことかみたいな感じで、なんかアンチは喜ぶ材料だと思うんですよね、アンチからすると、アンチ目線で考えると。うん。で、次にじゃあファン目線ね、本気で牛宮城をですね、信頼して応援していた人たちからすると、それが演出だったってことを知ったら、っていう風にがっかりすると思うんですよ。ね、私は本気になってね、宮迫さんのこのね動画を信じて頑張ってください。こんなにさらに借金しちゃうの？こんなにさらにお金かかっちゃうの？宮迫さん大丈夫？なんとか私たちにできることはないのか？牛宮城を応援したい。牛宮城をオープンしたら絶対行かなきゃ。宮迫さんのためにもっていう風に思っていたファンの人たちいるわけじゃないですか。ね。その人たちがからすると裏切られたっていう風になって怒ってるのは僕当然なんじゃないかなって思うんですよね。なんか、まあだから僕はね今回は中田さんのですね、まあいろいろね自分の思いを話してましたけども、僕の中で中田さんの発言の中で共感できたのはこのバズりましたねというね。はい。まさにそのバズらせに行った中田さんの思惑っていうんですか？うん。それは見事に成功したし、そこに関しては中田さんやっぱすごいなというふうには思いましたけども、ただやっぱバズらせ方としてね、宮迫、チャンネルのファンの方に喜んでもらうこと、そして宮迫さんを救いたかったっていうのは、はっきり言って全然達成されてねえんじゃねえかなっていう気がしますよ。うん。むしろ真逆じゃないっていうね。うん。少なくとも、ま、今回の件によって宮迫さんの名はさらに知れ渡ったし、動画の再生数も伸びた。これは間違いないと思うんですよ。うん。ただ結果として、いいイメージ、悪いイメージ、どっちがついたかって言ったら、僕としてはですね、悪いイメージがついただけなんじゃねえかなっていうね。うん。だってただの嘘つきやらせやろうっていう風なですね、レッテルが宮迫さんにバーンって貼られただけになっちゃったと思うんですよね。うん。まあ、一応ね、その活動のね、方向を考えて動画また投稿するって言ってますけども、例えばまたドキュメント的な動画を投稿したとしてもですよ、今までずっと本気で応援してくれたファンの人たちもですね、いや、またこれ嘘なんじゃねえか、とかね、なんかまた大ピンチだ、なんかメニューがどうこうかってるけど、どうせこれ演出でもう決まってんじゃねえか、とかなっちゃうわけですよ。そしたらそれこそ今までのファンの人たちはですね、もう宮迫さんの動画で楽しめなくなっちゃうわけですよね。うん。だから僕としてはですね、中田さんバズらせたっていう点に関してはこれめちゃくちゃすごいなと思うんですけど、まあでもなんかね、うん、結果として宮迫さんのファンも宮迫さんもですね、宮迫さんのファンと宮迫さんのですね、宮迫さんと宮迫さんのファンをですね追い詰めた、うん、不幸にさせただけなんじゃねえかなっていうふうに僕は思いましたけどね、なんか、はい、というわけですね、今日はこれでラスカーシーですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントなしはぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございます。